リンリン、ハロー、パラレール、リニパラレルのリントです。はい、本日は、こちらの掃除の仕方、をですね、ご紹介していければなと思って動画を回しております。そしてまず皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。はい、では早速ね、本題入っていくんですけど、ちょっと喉がね、枯れているんですが、お許しください。風邪とかではなくて、ちょっとカラオケに行った後の影響でございます。はい。で、本日はこちらの掃除の仕方の部分のお話で、まあ、掃除どういう風にしてるかっていうのをね、ご案内できたらなと思ってっていうところです。まあね、これからコウモリを飼ってみたいっていう人とかもね、いるかもしれないなというところでした。で、まあ、ケージ作りっていうのは前にね、ちょっとお見せさせていただいていて、まあ、上にヒーター、そしてここにもヒーターがね、パネルヒーターがついていて、そして、うんちのね、飛び散り防止のために、ここにね、プラ板が、こんな感じで、1、2、3と、そして4と、貼ってある状態ですね。で、表面のここの部分は、ここに、金属のパーツがあって、そこにプラ板をくっつけて、下をね、ネオジム磁石でこういう感じで、開閉できるようにしております。で、これをね、このクリップにネオジム磁石が、カチンとつく形ですね。コウモリさんの力ではこれ開けることが、ね、できないみたいなので、全然問題なくこれで使えております。はい。で、普段の簡単なお掃除っていうのは基本的にこの下の部分、ちょっと見えない、はい、下。これ、この下のトレイを取り外して、で、ここをね、洗って、で、戻して、で、ご飯の容器だったりとかを変えて、やっていくんですけども、今日はね、大掃除っていう形で全体的にプラ板とかも掃除したいなと思っております。で、まずバラす作業からやっていきましょう。ただケージに関してはね、その人の作り方によっても違うんで、うちの場合っていうやつですね。まず上に置いてるヒーターですね。とりあえず置いておいて、一旦お布団の上に置いておきます。燃えたりはしないんでご安心ください。で、後ろにつけてあるパネルヒーターを取りたいので、まず上の天板をね、外します。で、マナちゃんに関してはじゃあこっちに行ってもらおう。押し入れにですね、専用の場所を作っていて。よいしょ、電気つけるよ。はい、こっち行ってみて。はい、どうぞ。よいしょ。はい。っていう感じで、ここにいてもらいます。待っててね。あと暖かいね。はい。いてもらいましょう。押し入れはね、今いろんな、飼育用品が置いてあってあれなんですけど、俺、レオパの子供用のケースとかね、いろいろ置いてますけれど。よし。では、押し入れにいてもらいます。で、飛び出したりはしないんですけども、ちょっとパタパタって落ちちゃう可能性があるので、一回押し入れは閉めておきます。ちょっと押し入れもね、あったかいので、ご安心ください。はい。ではこんな感じで、取りました。ただここね、パネルヒーターをクリップでつけてるので、クリップを取って、で、こっちもね、パネルヒーター、クリップでつけているので、このクリップを取って、ヒーターは一旦外しておきます。これで、電気類はここになくなった状態ですね。で、この上の部分に関しては、軽く後で、ウェットシートで拭いていく形になります。では、これを持って、お風呂場に行きましょう。はい、お風呂場です。で、軽くばらしながら、掃除をしていきます。まずね、この子は濡れちゃうんで、外しときます。これただの、マスコットなので。で、下につけているクリップを
外しましょう。一旦クリップはこんな感じで置いときましょう。そして、上の扉はね一回外したいので、上の扉をつけているこの結束バンドを一回外します。そして取れました。でこんな感じでねバラすことができるので、まずこの表面を軽く水で洗っていきましょう。結構ね汚れちゃうので、はい、こんな感じで水洗いしました。でこれ後で拭きます。ね、これ磁石がついてるからね、こうパチンと貼っておくことができます。でここも水洗い、はい、この水容器も水洗い、そしてこれも水洗い、ちょっと水洗いするのでタオルを持ってきますね。タオル持ってきました。プラス歯ブラシね、はい、でこんな感じでね直接こんな感じで水洗いしていきます。で下にね浴槽のがあるんですけど、この浴槽はねさっきシフィーさんの水容器のうんちとか溜まってた水を捨ててます。さっきまでね一回私がお風呂入ってて入浴剤入れた半身浴のね状態にケミカルな色になってるんですけど、ここの中にもう全部混ぜて最後は流すだけって感じですね。でお湯の中でジャバジャバこうやってやると、下はお湯なので汚れは取りやすいですね。ただ入浴剤入ってるんで一回ちゃんと水洗いをしないと何かあっても嫌なのでですね。はい、これでこれも、で次に背面についてたパンツですね。これも軽くお湯で拭いてからこうやってやっていきます。はい、こんな感じで次はよいしょ、横についているプラスチックのパネルを外して、これも、まあ、1週間ぐらいするとね結構うんちがね飛び散ってついちゃうので、これも軽く水洗い、よし。そして背面のパネルも取って、はい、こんな感じでね汚れがついてるでしょ。なのでこの汚れをねこういう感じで取っていく感じですね。はい、うん、やっぱお湯の方が取れるね。よし、はい、これも水洗い OK。 よいしょ。
これも水洗い。よし、水洗い、OK。 次は、はい、この網の部分を外して、で、まあ、周りについてるこういうクリップはそのままでいいので、これも一回お湯に沈めて、よいしょ。じゃあ残りの部分を出して、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで網が来てました。さあ、最後はここですね。これはもう一回お湯にジャバッと入れて、ジャバジャバしましょう。あ、結構取れましたね。さあ、これもジャバジャバしてしまって、よし、あ、結構取れたね。じゃあ、あとは最後リンスでね、こんな感じでやっていきますよ。はい、オッケー。そして、これもこんな感じで、よいしょ。こんな感じで綺麗になりました。で、下のお水が今汚い水になってるので、あ、1個忘れた、餌入れてたやつ、これも一回下でジャバジャバして、よし。あー、これ汚れかと思ったらあれか、あの特有のサビだった、あの剥がれてきてる部分とかをね、あの、そこがちょっと錆びついてただけだ。ここのね、これ錆びでした。OK。 下のね、あの、もう汚くなってるお水は、排水してしまいましょう。では、その排水をしている間に、拭き拭きしていきましょう。よし、こんな感じでね、拭いて、で、ここも拭いていって、ちなみに全然関係ないんですけど、このタオルは仮面ライダー響きです。鍛えてマスターっていう、ずいぶん前の一番くじだね、もうね。よし、拭き終わり。で、こんな感じで。で、どうすっかな。組み立てもしていきましょうか。よいしょ、これをはめます。で、こんな感じでね、ふきふきとしていきますよ。はい、ふきふき。そして、
一番背中につけているプラケースあるので、プラケースのプラ板か、このプラ板を両面拭いていって、よいしょ、はい、拭き終わったので、これをこの背面にね、こんな感じで、でプラス、これがね、あのサナちゃんの、サナじゃないね、マナちゃんでね、マナちゃん の、 あの背中の移動用のね場所になるので、はい、これとこれとつけていきます。そしてこれ後ろが少しここ揺れちゃうので、こんな感じでこっちと、こっちとで固定します。これで完全に固定されました。がちょっとこのクリップちっちゃい、ちょっと大きいクリップになってきます。衣装お待たせしました。なんかねクリップちょっとちっちゃいね、多分少しずつこういろいろ試行錯誤してね、細かく調整を繰り返してたんです。これでだと思う。よし、 OK。 では次にこっちの横にプラスチックのプラ板をねはめていこうかなと思います。よいしょ、はい、プラ板で、これをで下もこのプラ板のね下の部分を止めておきたいので、ここもこっち側から1とこっち側からこの辺かな、で2箇所止めます。よし、 OK。 これでね、ここもプラスチックが貼った状態で、次はこっち。ちなみにね、掃除だけで見ると、これ毎回やるの大変そうと思うかもしれないですけど、この大掃除は2週間に1回ぐらいですね。1月に2回あるかないかぐらいです。あんまり汚れてないなら私はしなくていいかなと思ってます。不衛生にならないようにっていうところが基本かな。よいしょ、髪の毛がプラケースについちゃった。プラケースはプラ板か。よし、そしてもう一個をでは前面のドアを作りましょうか。前面のドアになっているこのパーツも、拭いていきます。
あら、接着剤でつけてたんですけど取れちゃった。これは後で付け直しましょう。今は痛いです。後で全然付け直せばいけるものなので、これ一旦付け直しで OK にしまっときます。よいしょ。でこれがね、こういう感じで前のパネルになるので、2と付けて、映ってない、ここは1、2と付けて、よいしょ、もうちょっと上にしましょうか。こうすると映る。 OK。よいしょ。ここにね、結束バンドつけていきます。よいしょ。まあ、もっとね、なんかね、効率的ないい方法もあるんだろうけれども、なんかね、掃除に関してだけめんどくさいだけで、他の普段のね、メンテナンスとかがしやすかったり、あと中の視認性、確認を取りやすいようにっていうところね、を考えると、割とね、私はこれが、使い勝手がいい感じですね。で、あとここに、はい、エサ場をね入れてあげて、こんな感じで、よいしょ。でお水はもう入れちゃうか。汗かいてきましたね。よいしょ。はい。これで完成ですね。まあ、完成というか、下のここをまだつけてなかったね。よし。はい。あとはこう下がね、さっき外れちゃったんだけど、片方はもう片方つけて、こうパチンと、これどうすっかな、下の部分だけテープでもいいな。あとでこのテープでつけておこう。それが一番かな。接着剤だけだと心もとないね。よし、これで完成ですね。では戻りましょうか。このタオルはそのまま洗います。よいしょ。で下のね、排水は流さない、まだうんちが浴槽にちょっと溜まってるんで、後でお風呂はデッド掃除します。では行きましょう。てってて、てってて、てって。よいしょ。ではこのタイミングでつけちゃいましょうか。よいしょ。持ってきたテープですね。こうだな。うん。
まあ下だったらねテープがついてても視認性がどうのはないし、このテープはですね割とその水に強いテープになりますので、よいしょ、こうしてやって、こう折ってあげて、で、よし、これでいいね。OK。では、あと奥の、このね、パネルヒーターを、よいしょ、セット。そしてこっちもパネルヒーターをセット。はい、これでほぼ完成です。ではマナちゃんをね戻しましょう。マナちゃんお迎えはこの蓋でいきますよ。この蓋軽く洗いましょうか。洗うというか拭きましょうか。よし。よし。ウェットシートでね。あ、映ってねえや。映ってないけど今拭いて。よいしょ。ではこれにお迎えいきましょう。君飛ぶの下手なんだから無茶しないで。よし、はいはいはい、お迎え完了。行くよ、はい、はい、これで掃除が終わりです。であとはヒーターを上に乗っけて、あとはいつもいた定位置に戻すだけ。定位置がねあっちなんですけどっていうところです。かなり掃除されてびっくりしてますね。掃除したんだよ。こっち戻り、あれなんか綺麗になってるぞって感じでしょうね。はい、こんな感じでございます、うん、ちょっと嫌そう。開けるとねたまにってことするんであれなんですけど、あとはねこの後ご飯切って入れてあげる感じですね。今日はリンゴかな。あ、でもラフランスでもいいな。今ラフランスも家にあるのでちょっと活発ですね。多分びっくりしてるんだろうけど、うん、びっくりしてるねはい、っていうところでございました。はい、こちらがねうちのコウモリちゃん、ルセトウコウモリの大掃除動画となります。まあ、こんな感じでね、飼育をしていって、あと、ま、ケージ揃えてという感じでいけると思うので、もしね、ご興味ある方は、その、飼育の参考にでもなればなと思います。こう、普段の行動はね、不思議で可愛いですけれども、基本はやっぱり、普通の、哺乳類とは、あまり変わらないです。哺乳類らしい哺乳類って感じですね。うん。なので、その、可愛がってあげてね、飼育していくとよろしいかなと思います。ほんと逆さなだけでフルーツが好きな哺乳類って感じ。まあご飯がただ甘いものって考えていただくと、ただまあタンパク質とかがね必要にはなるので、私袋ももんがのフードちょっと混ぜてあげてますけれども、まあそんな感じってところですかね。はい、本日は以上となります。まあ何かね質問とか疑問とか、こういう時ってどうしてますかとかがあればコメント欄に書いていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。よろしければこちらのチャンネル登録、そして Twitter、Instagram、TikTok のフォロー、そしてあと高評価ですね、していただければと思います。
今ようやく500人のねチャンネル登録に達しそうで、で折り返し地点ね、あの1000人がまず目標なので、あのそういうところで頑張っていきたいなと思っているので、ぜひとも、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。